1974年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第2回大会となる。世界的な石油危機の余波を受け、前年の13戦から8戦へとイベント数が減少した。ラリーモンテカルロとスウェーディッシュラリーも休止したが、翌年には復帰し、現在も続けられている。しかしながら、ポーランドとオーストリアは WRC に復帰することはなかった。 1974年シーズンは WRC が北アメリカで2回開催された唯一の都市であった。イタリアメーカーのランチアとフィアットがタイトルを争い、アルピーヌルノーはタイトルを防衛できないことが判明した。フィアットのアバルト124はポルトガルで勝利しリードを奪ったものの、ランチアの投入したストラトス HF は高い戦闘能力を示し、 シーズンで3勝を挙げタイトルを獲得した。フィアットはシーズン2位となり、ランチアはこの後3連覇を達成した。フォードエスコートはシーズン2勝を挙げ、フォードは昨シーズンに引き続いてランキング3位を獲得した。1973年から1978年まで WRC はマニファクチャラーズタイトルしか争われなかった。ポイントは各。 マニファクチャラー最上位の車両にしか与えられなかった。従って、特定のメーカーが2位、4位、10位に入賞した場合、2位の車両だけにポイントが与えられた。しかしながら、4位と10位のポイントは無効となるため、他のメーカーに対して、優位を持つこととなった。ありがとうございます。